はい、どうもゴルフリング4です。トモです。ジョーです。はい、今回は、新作2023年モデルが出ますね。うん。今回コブラです、うん。エアロジェットです。うん、まだ、日本の方ではまだですけど、アメリカの方ではもう発表されてると思うし、フェアウェイゴルフではもう受付もしてますね。うん。うん、で、コブラも毎年出してるんですよ。うん、意外とね、うん、人気ないから、うん、そう思われないかもしれないんですけど。で、今回ね、そのエアロジェットで、一応ドライバーとか、まあ、フェアウェイ、UT とか、まあ、全部出たのかな、うん、なんですけど、まあ、今回ドライバーメインですよね。うん、まあ、画像とか見ていただきますけど、とにかくシンプルな感じしますね。うんうん、まあ、色合い的には白と、まあ、カーボンの黒っぽいのと、青。の赤があるこれちょっとついてるちょっとついてる程度、うんうん、でもうほとんどカーボンなんですよ、うん、まあこれはでも結構前からですよ、もうずっと前からカーボン多かったんですけど、うん、でじゃあこれどこにこう変更点というかがあるのかなっていうと、まあ、商品の特徴みたいなところで言うとね、シームレスとか、あとはね、エアロジェットだから、その、より速いみたいな、空力をすごく意識したイメージですよね。まあ、クラウンの見た目とか、ソールの見た目をちょっとツルンとしたイメージで、今までのコブラも空力意識してただろうけれども、フェイスのさ、素材がクラウンまでこうはみ出てた時とかもあったわけでしょ、うんうんうん、それと比べたら全然、そういう凹凸というところはないかなとも思うしね、うん、よりカーボンの量も増えたのかもしれませんし、ね、まあフェイスも、まあ、前作から AI じゃないですけどこう何分割化してこう作るみたいなやつもやってて、ちょっとまた今回は違って見えますので、ミーリングみたいなのがちょっとあんまり入ってない雰囲気、うんうん、つるっとした感じがしますけど、うん、その辺も、まあ、ちょっと気になるところですね。新しくなってるんじゃないかなと思いますけど、まあ3機種ありますね。これもあまり変わんないね、 LTDX の時とね、うん、まあ、ノーマルのモデルがあってウエイトが後ろにこう1個ついてる、で LS が2箇所前方の方についてる感じで、MAX がドローバーやつっぽくね、ヒール側についてるっていうことで、まあ似たようなウェイトの位置なんですけど、まあ腹が立つことにウェイトの形を毎年変え上がってっていう、しかもまだ変な形、うん、まあ困りますね、統一してくれよっていうね、うん、デザイン性を求めちゃってるんだよね、ウェイトに。これはもうコブラなんですよ、うん、これがコブラなんです、うん、っていうような感じですね、うん、まあね、ディシャンボーとかカイルバークシャームを使うし、新しいコブラのスタッフプレイヤーとしてゲイリー・ウッドランドが新しく入って、全部アイアンとかもウェッジとかもでしたね。エアロジェットのドライバーも使ってるみたいですけど、まあ今年も買いますよ、うん、一応、うん、去年の LTDX 良すぎて、うんうんうん、まあ、2機種、うん、友が LTDX、りょうが LS の方を買ってますんで、うん、どちらも良かったので、まあ今年も一応買ってみて、っていう感じですね。まあでも去年が良すぎたんで、あまり変わらない程度だと、もうすぐ多分手放すんじゃないかなっていう気がしますね。うん、うん、僕はこの、もうこれ新しく出るからだけど、うん、今度からさ、またクラウンがテカテカしてるじゃん。うん、そうね。LTDX はちょっとツヤ消しっぽかったじゃん。ですね。うん。うん、まあ、あと、このカラーバリエーションみたいなのが、フェアウェイで見てると、一色しかないじゃん。この、この一色。うん。この LTDX で言うと、まだあったよね。うん、もう一色ぐらい。二色ぐらいあったよね。うん。うん、後から出るんじゃないの？ブラックエディションとか。まあ、そういうのはあるのかもしれないですけど。うん、うん、あまりでも、こう、そこまでは、過度な期待は前作が良かった時にあまりしすぎてる
のもあるのかなっていうのがあるんで、うん、控えめな印象から入っていってるなっていう感じです。うん、で、ちなみに R&A のリストには 5.5 度と 7.5 度のバージョン、うん、3かな LS があるんで、LTDX の LS の方がね、まあ爆車仕様というかデシャンボー仕様のやつも発売してるので、うん、もしかしたらこのエアロジェットの方も発売される可能性はあるかもしれないけど、うん、まあコブラ毎年のように出してるのでね一応、うん、これは買います、うん、一応ノーマルの方を買います。買います。 LS は、うん、まあいいかこれが良かったら買おうよ。そうですね、うん、はいっていう感じなんで、うん、これは多分割と早いかもしれないですよ。やっぱテーラーメイドキャロウェイと同じかもしくはちょっと早いぐらいに来るかもしれないっていうような感じですね。まあ日本仕様っていうのも出てくると思いますけど若干遅いか同じタイミングで来ればいい方かなと思いますけどね。はい、まあここまで、マシン作のこと言ってましたけど、うん、前作モデルがね余ってたら安いはずなんですよ、うん、まだあの年末年始でお金を使ってない方のみだね、うん、あの狙っていいんじゃないかと、うん、前作を、うん、まあ新しいの出ますけど、うん、まあ、前作もかなりいいので、うん、まあ全然ドライバーいいんじゃないかなっていうのと、フェアウェイウッドらへんも僕らもちょっと気にはしていますね、うんうん、これ値段はどうなの？新作上がったんですよ。上がった値段が若干上がったらしいので、うん、50ドルぐらいかな、うんうん、上がったらしいので449になってるかな、あ、ドル、うん、うん、ちょっとね、上がってるんですよ。だから、その分考えると、もう前作の値段が落ちたGパーツだったり、うん、意外と日本仕様もいいので、うん、まあ、GTO とかね、うんうんうん、そういうところで買えるやつでもう十分いいんじゃないかなっていうふうに、ん。多分その旧作を買っても、後悔はしなそうな気がするね。うん、しないと思いますよ。うん、なんで、僕らがね、この新しいエロジェット売ってみて、うん、前作でもいいかなと思ったら、うん、前作買ってもいいし、うん、もう先買いしても全然問題ないぐらい前作は良かったんで、うん、まあ、でも一応ね、新作の方も楽しみにしたいと思います、うん、はい、ということでした。はい、ありがとうございました。